こんにちは、離婚110番離婚カウンセラーの渋川修之です。本日はですね、青森県のご相談者の方のご質問にお答えしたいと思います。すごく基本的なことで申し訳ないんですけど、離婚届ってどこにあるんですか、どうやって出せばいいんですかというご質問をいただきました。でこちらにお答えしていきたいと思います。意外とですね、こういったことをご存じない方もいらっしゃいますので、まあ参考までにですね、聞いていただければと思うんですけども、まずは離婚届自体はですね、お近くの役所のですね、戸籍係とかですね、戸籍課とか、そういったところにまあ、あります。そちらの方にですね、ちょっと窓口でですね、言うのは恥ずかしいかもしれないんですけど、離婚届くださいって言えばですね、いただくことができます。ただですね、ちょっと全国つつうらうら全部かどうかわからないのですが、今はですね、まあ、窓口でまあ言うというよりも、まあ、近くにあの棚があってですね、そこから自由にこうまあ持っていけるようになっていたりとか、まあ、その棚の近くにあの受付の方とかがいて、離婚届どこですかとかって聞くと、あ、そちらの棚ですよっていうことで持ち帰れるようになってたりとかっていうことも多いと思いますので、窓口の方でですね、言うのがまあ恥ずかしいという方で、まあ、そういう棚が設置されている役所があればですね、そちらからあの受け取っていただければと思います。であのちなみにですね、あの離婚届じゃ全国全部共通かというと、共通ではないです。なんで違うのかっていうと、何でしょう、1箇所で印刷してこう全国に配送されているものじゃないらしいんですね。それぞれの地域の行政がそれぞれ の, あの印刷屋さんとかに頼んで、そういう書式とか作ってもらってるらしいので、まあいろんなところの離婚届をこう見ると、微妙にちょっとこう違ったり、色が違ったり、なんかこう、そうですね、まあ、こう薄さ濃さがちょっと違ったりとか、まあ、そういうことがまあると思いますが、まあ、フォーマットは一緒です。まあそういった形なんですけれども、例えばですね、まあ私がまあ住んでて、なおかつですね、まあ、カウンセリングルームも設置されているのが渋谷区なんですけれども、渋谷区の例で言うとですね、30年ぐらい前はですね、窓口の方に行って、でそれですいません、ちょっと離婚届いただけますかって言っていただいたりしてました。でその時もですね、担当者の方によって、はいどうぞっていうことで、まあ別にもちろん嫌な顔はされませんけど、気持ちよくですね、はいどうぞって言ってこう差し出してくれるっていう方も、まあ、それだけの方もいれば、書き損じとかもあるから一応こう2部お渡ししますねって言って2部いただくみたいな、まあそういう親切なあの方もいらっしゃるし、まあいろいろでしたけれども、まあ確かですね、10年ぐらい前ですかね、また離婚届の方ですね、どこにあるかなと思って見に行った時には、さっきもお話ししたように、あの窓口のですね、そばに棚がありまして、でそちらの棚から自由に持ってっていいというような形に変わってました。まあ、近くにですね、まあ、それ専用ではないですけども、そちらのフロアの、まあ、案内係の方がいて、ちょっとこう棚のところで どこかな離婚届はとかってちょっとこう、まあ、見てたらですね、その方がすぐに、何ですかってこう聞いてくれて、あ、ちょっと離婚届をみたいなも話をしたら、あのそこの2番目の棚ですよみたいなことを教えていただいてですね、でそこからまあ取っていけたとっていうような感じになってまして、まあ、あの行政によってだいぶ違うと思いますし、まあ、最近ちょっと行ってないので、渋谷区の方ももしかしたらまた何か変わったのかもしれないですね。その10年とか30年前とかに、離婚してるのかとか、まあ、そういうふうに思った方いるかもしれないですけど、まあ、そうじゃないです。まあ、ちなみにですけどね、私の場合やっぱりこういう仕事してるものですから、そういう行政のお仕事とかですね、まあ、結構こう気になると言いますか、まあ、ちょっとした時にですね、あ役所のこう前かなんかこうたまたま通った時に、あそうだ、ちょっと離婚届ってどこにあるのかなとか、ちょっと聞いてみようかなとかですね、あとこういうこと聞くのは、まあ、どこがまあ適切なのかなとか、ちょっと覗いてみようかなとか、まあ、そんなことでちょっとだけ時間があれば、こう行政とかですね、まあ、いろんな窓口に立ち寄ったりとか、まあ、趣味じゃないですけど、まあ、そんなことをしたりしてますので、あの決してこう自分の離婚の時にどうだったとかっていうことでお話ししているわけではないです。まあ、それはまあちょっと余計なお話ですけども、それではもっと離婚届自体はですね、まあ、見ていただくと分かるんですけれども、署名欄ですね、ここは自助で必ずあのご夫婦それぞれこう、自分でこう書いていただかなきゃいけない。であとですね、承認がまあいりまして、承認のところはですね、20歳以上の日本国籍を持つ方にまあ書いていただくという形で、まあ、借金のこう、なんでしょう、保証人とかと違いますから、そういうのとこうちょっと勘違いされる方いるんですけど、そうじゃないので、まあ、承認なのでね、なんとかちょっと知り合いの方見つけて2名ですね、まあ、書いていただくと、親とか兄弟とかじゃなくても、全然他人でも構いませんので、まあ、そこは書いていただくと。でそれ以外のところですね、まあ、それぞれこう自分の夫のパート、まあ、妻のパートとありますから、まあ、そこはご自分たちでまあ書かれるのがいいとは思いますけれども、基本的にはまあ自助でないところは、まあ、あのどなたが書いてもまあ一応大丈夫といえば大丈夫なので、ただ自助欄だけはちゃんとですね、ご夫婦それぞれ自分でこう署名なつりという形をまあしていただければというふうに思います。参考にしていただければと思います。はい、まあ、本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。本日はここまでとさせていただきます。どうも
ありがとうございました。またですね、チャンネル登録とこちらの方の高評価の方ですね、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。失礼いたします。